吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらセブンイレブンの冷やし麺を4種類買ってきましたので食べたいと思います。こちらまずこちらが麺大葉香る明太子パスタサラダ、ざるそば、はまぐりだしの冷やしラーメンと、こちらは鶏ガラと魚介スープの冷たい冷やしラーメン、この4種類食べたいと思います。まずはこのパスタサラダからいきますね。なんか以前セブコメントでなんかセブンイレブンのパスタサラダが美味しいっていうのが書かれていたことはあるんですけど、これのことを言ってるのかな、それとも他に種類があって、でも自分がいた時はこれしかなかったんですよね。なのでまた違ったらまた後日食べてみたいと思います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。こんな風になってます。いただきます。続きましてはハマグリだしの冷やし塩ラーメン。最近はラーメンも冷たい麺が増えてきましたよね。塩というだけあってちょっと透明感のあるスープですね。完全に透明ではありますが、では食べてみたいと思います。いただきます。はい、次はザルそばです。なんかファミリーマートとローソンのザルそば食べたことあるんですけど、セブンは初めてですね。ちょっとどんな感じなのかな。ではいただきます。はい、ラストは冷たい醤油ラーメン。先ほどの塩ラーメンとは違ってやっぱりスープの色が濃いですね。まあ塩ラーメンが悪いってわけじゃないですよ。そういうのが好きな方もいるでしょうし。では最後の醤油ラーメンいただきます。今回一番すすりたいと思ったのはやっぱりこれかな。あれも少なたい気もするんだけど、肉厚で麺が太くてスープがよく絡むっていうのはやっぱりこれなんだよね。最初に食べた大葉の香る明太子パスタサラダは、大葉の香りは本当に最初に鼻からスッと抜けていって、結構ツンとしたようなそんな感じがしましたね。大葉の香りが好きな方にはおすすめですが、苦手な方は避けた方がいいかもしれません。明太子も結構辛めで、コンビニとは思えないほどピリピリきて美味しかったです。次に食べたハマグリ塩ラーメンは、塩のほのかな香りがスープからしっかり感じられて、それが全部麺とか具材に絡んで、とってもさっぱりといただくことができました。こういうのもいいですね。で、次に食べたこのザルそばは、ローソンとかファミリーマートですが、ちょっとそばの香りが弱いかなっていう気がしましたね。もうちょっと感じたかったな、そばの香りがっていう部分が、そこは残念でした。で、最後に食べた醤油ラーメンは、もう、スープが濃いめ濃厚な上に麺も太め、なおかつチャーシューもボリュームがあって食べ応えがあって美味しかったです。通常のラーメンはそのまま冷やしたような感じというとちょっと言い方悪いですけど、冷やすように最適化されたラーメンと言えるかもしれません。どれも美味しかったですが、自分は今回の中ではこちらの醤油ラーメンが一番好みでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは卒業よ、強情っぱりよ、この日から。強情っぱりは卒業したんでしょうけど、一体いつからする気なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。